青色コプト320です。ありがとうございます。今代表戦プレチャン MLB 乃木坂見ないば同時進行で見てます。忙しすぎる。いや間違いなくプレチャンを最優先にすべしですね。いや無理っていうか4つっていうか何も頭入ってこねえだろ。5個ってモニタリングできんのか。何一つ頭入ってこないでしょ。乃木坂ミニライブただの BGM でしょ、これ。5と追っかけてもしょうがないっすよ、これ。てかね、MLB とか今やってんの？ああ、なんか、そうか、今韓国で試合やってんだよね、確か。ああ、そうなんだ。メジャーリーグベースボール。そう。メジャーリーグ開幕 ?2 戦目だっけ？あ、今韓国ツアーやってんの？そう、なんか韓国でやってるっぽいんだよね。ええー、あ、そうなんだ。うん。いいじゃないですか。ドジャースっすか？うん、ドジャースやってるよ。ドジャース？タニキ？タニキ？大谷キ。大谷キ。結構彼もね、家中ですからね。いや、ほんとっすよ、マジで。びっくりしたわ。ねえ、ほんとにやばいね。うん。えって。いや、大谷の金でギャンブルするのマジでやばいよ。ほんとに。金の量も、あれ、7億とかって。嘘でしょっていう。俺さ、あのニュース見てさ、なんか、ツイッターかなんかの投稿でさ、あの、大谷の金を黙ってギャンブルで溶かす、それで勝負するときの脳汁やばそうな。確かになぁ。まあ、ちょっと一生得られない。やばいな。絶対負けらんないって思ったから。化け物だよな、あれな。やばすぎるわ。クソ、やばそうよね。もう脳内麻薬やばそうよね。まあ、もう、ジューってなるよな。本当に伸びたら別に、友達から借りた3万とかでもやばいプレッシャーだよ。なるほどね。パチンコとかでも。そう、パチンコでも結構かかるでしょ。そうよな。いついかなる時も。大谷の金でやったんじゃなくて、大谷が負け分を補填したの。負けた結果、大谷が、しゃれな。しゃれな。それは溶かしてないの？それ知らないで。いや、溶かしてるべ、それマジで。いや、わかんないよ。次は勝てる。オッケーオッケー、あの、コツは掴んだ。次は勝てるわ、ちょっと。タニキ、とりあえず 3? とりあえず3貸して。3億貸して。桁がもう。マジでパイで返す、マジでパイで返す。来月末までパイで返す。じゃ、イタリア語勉強して隣だつや。いらねえだろ、隣は通訳。やすぎるだろ、マジで。うまく合うかもしんねえけどよ。はい、一度すぐ。どうやら320です。ありがとうございます。水原さんがインスタで霜降り明星の粗品フォローしてて陰謀論出てました。おい、ちょっと待って、これ国家を揺るがす。大問題に。粗品まで借り出されるんだよ、これ。一番さ、しょうもないけどおもろいのがさ、粗品見てギャンブルやってみたくなったみたいな。しょうもないな、確かに。それぐらいのしょうもない理由でやってほしいよね。粗品めっちゃ好きで、粗品ギャンブル試そうで、ちょっと俺もやってみましたみたいな。でもなんだっけ、始めたのが21年とか。じゃあマジで粗品。マジでワンチャン。あるんじゃないかっていう。ね。報道見たような。誰々の V の配信見て、Apex 始めましたぐらいの。いや、そんな軽い気持ちで。やって、溶かして大問題。いや、すごいね。ギャンブルで消える額じゃねえけどな。でもなんか、俺はギャンブル全くしないからわかんないけどさ、行くとこまで行ったらもうさ、取り返しつかないとあんじゃない？つかないのかな？桁バグってくんじゃない？大谷くん、いくらでも補填してくれるし、みたいな。イベントのドゥンガさん320円さんじゃない？あります。今回の件間違いなく粗品の YouTube でいじられる。まあ、いじるでしょうね。これはね。逆にいじんないかもしれないね。なんかもう、予想されすぎてて。2年後とかにいじるかもしれない。テレビのニュースで遠藤航が凄まじい活躍したのに全く報道されなくて悲しいです。大谷の同じニュースばっかりやってて飽きました。私だけなのでしょうかと。さあ、こういうのもなんかツイッターでよく見ましたね。ねえ。でも仕方ないんですよ。今のテレビ局っておっさんが作っておっさんが見る番組なんですよ。まあ、確かにな。そう。まあ。みんなで別にもうテレビなんて見る回数減ったでしょ？で、テレビ作ってるニュース報道、テレビにいる人だってもうおっさんばっかなのよ。野球世代ばっかなの。で、そういうのにお金払うスポンサーも野球世代ばっかなのよ。だから野球世代が金を払う番組で野球世代が作って見るのは野球世代なんだから、もうそれはもう大谷の方が特集されますよっていう。間違いない。そう。ニュースでやってたんだ！あ、やってたんだ。おうんうんうん。で、まあほんと、一部みたいな。
そうそう。感じだろうけど。でもまあ、もう別に、ニュース取り上げろとももうなんか、もう思わんくなってきたというか。いや、だからもうちょいかなっていうかかれば。だからもうちょい。な本当にテレビ、あの、サッカー嫌いな層ってめっちゃいるからね。まあね。そう。思った以上にサッカー嫌いっているんですよ。海外サッカーってのがちょっと、ね、むずいよね、やっぱな。そうそう。どうあがいてもっていう。日本代表とか人気だもんね。若い、今の4、50代ぐらいからこう J リーグが始まって、サッカーが盛り上がってきてる。その上なんよね。なるほど、ね。サッカーに興味がないっていうのが。でもな、うん、確かに俺が普通に報道の編成とか局長入ったらな、出すもんな、速報です。遠藤航、シティとの一戦で地上戦5分の4、みたいな。空中戦2分の2みたいな。誰がついてこれるって。ドリブル突破1回もされる。ボンボンやるじゃん。説まとめて。説まとめぐらいの、あんぐらいの感じでいいのかな。フォアスコアで7002を記録。で、かくいう、俺がですね、もうテレビを一切見ないんですよ。本当に。まあ、ね。1ヶ月で1時間つけないと思うもん、俺。なんだろう、最近。マジでもうつけないんですよ。ああ、でもね、最近見た、やつだと、うん、なんだっけな、くら寿司だっけかな、はい、くら寿司と、うん、ちいかわがコラボしてて、うん、なんかニュースで、くら寿司が今、ちいかわにジャックされてます、みたいな。幸せを見てんな、お前。ジャックって言葉使ってて、ええー、と思って、どういうことだね。ちいかわにジャックされてんの、くら寿司みたいな。それが唯一見た。そうそうそう。唯一見たニュース。はい、と思って、思わず、聞き捨てならなかったに。それで、はい、じゃなるかね、マジで。まあ、いい。くら寿司ジャックする奴らは犯罪者。そんな。サイバー組織。物騒な言葉使うなと思って。なんか、だからそもそも、あの、テレビがある環境がないんですよね。一応事務所にテレビあるんだけど、誰もつけてないよね。だって、うるせえもん。唯一あれですね、あの、水曜日23時半から東京 MX で、はい、ようこそ実力至上主義の放出へ、はい、第3期、これだけは見てますね。あとはなんか TVer とかそういうので見てるな。ああ、なんか、そう。お気に入り、なんかライブでこう何かを見るっていうのは、うん、ほぼないよ。ニュースぐらい。ニュースと天気予報ぐらい。